ハロー YouTube。 とりあえずですね、まあ、さっき言った新地ふるさと森林公園かな、あこのキャンプ場もチェックアウトして、今ですねそのすぐ近くにある湯の川っていう道の駅に来てます。でいろいろねなんか食材とか物色してたんですけど、とりあえずですねこれ道の駅のこのスタンプラリー、私ねこれ集めてるんですけど、この捕獲にも成功しましたんでとりあえずですね、まあ、ここを後にしてすぐね別のキャンプ場行くんじゃなくて、一回ね出雲大社に行ってちょっと縁結び祈願をした後に次のねキャンプ場に行こうかなと思います。はい、というわけでね、まず出雲大社に向かいます。あ、マジで？はい、出雲大社到着ですね。ちょっと中入っています。素晴らしいですねこれ。疫病と戦う全ての皆さんへ感謝、心を一つにして頑張りましょう。失礼します。とりあえずずっと上行って、ここがメインのとこなんでね、ちょっとあっこ行ってみようと思います。禁止事項大事ですよ。ゲームアプリポケモン GO の使用を禁止します。さあ行ってみましょう。ここがメイン会場ですね。失礼します。はい、ちょっとね、まあ、邪魔にならない程度にパパッとお祈りしてきたんですけど、この絵馬とおみくじ買ってみましたんで、ちょっとこれ開封してみましょう。よく大吉とかなんか中吉とかああいうのは書いてないんですけど、基本的にバーって読んでみたらいいことしか書いてないですね。これ皆さんこれ書いてますよ。思いついたことは少しくらいの故障はあっても断行せよって書いてますね。相当の成果を見るらしいです。ありがとうございます。というわけでちょっとこれにもね願い事を書きましょうか。もう私のね願い事は決まってんすよ。これですね。もうこれに限ります。はい。いつもね、朝下してるんで、多分これでね、明日の朝は大丈夫だと思いますんで、ちょっとつけてきますね。よし、じゃあご飯も食べ終わりましたんでね、次のキャンプ場向かいましょう。これですね。一般道その先国道9号線が通るルートです。いやでも暑い。今あれですよ、車の中の温度計だったらもう27度ですからね、これ冷房かけにはいけんぐらい暑いですよマジで。あれ全面通行止めになってるのこれ、どうすりゃいいの。こっちか。あ、ぐるっと回るのね。はいはい。時刻は14時54分ですね。
2泊目のキャンプ場到着です。ここはですね、島根県の江津市にある菰沢公園オートキャンプ場っていう場所ですね。で、オートキャンプ場ってついてるんですけど、自分が泊まるのはね、こっちのフリーサイトです。ちなみにね、車の乗り入れここできないんですけど、上のとこにね、オートサイトあります。まあただね、結構いいお値段がしますんで、自分はですね、今回こちらのリーズナブルに泊まれるね、フリーサイトに今日泊まろうかなと思います。はい、というわけでちょっと運転で疲れましたんでね、まあ一杯飲んで、そっからね、ぼちぼちと設営始めようかなと思います。じゃあね、この決して綺麗ではない池を見ながら一杯ね、飲んでいこうかなと思います。ちなみにね、島根県これまで売ってました。はい、生ジョッキ缶ですね。今日これいきます。あまり出てこないですね。これ書いてますね、12度以上は吹きこぼれ注意。でもやっぱね、冷たい方がいい。じゃあいただきます。はぁ、うめえ。んで、今日もこれいっときますね。琉球酒豪伝説。やっぱね、これ飲んでるからか、昨日とか全然体調悪くなんなかったですね。これね、いただきます。はい、じゃあこんな感じで設営完了です。まあそうは言ってもね、全然変わり映えしないですね。いつものテーブルにいつもの焚き火台で、久しぶりにねこの椅子出したんですけど、やっぱいいですね。もう座り心地最高です。で、テントの中に行ってみると、今日もねこのハイランダーのコットで寝ようと思います。サーカスでね、多分このコットですから、多分初めてだと思いますね。まあ一人で寝ますんで、こういう感じでね、もうど真ん中にこうセンターポールに沿わせてね、ここで寝ます。はい、でこれですよ。これあのさっき出雲大社で買ってきましたんで、こういう感じでね、センターポールにつけてちょっとお守り代わりにしとこうと思います。はい、というわけで、もう時間もねいい頃合いなんで、早速ですね、焚き火火つけて、出雲そばをね買ってきてますんで、それ湯がいてね食べて一杯飲んでいこうと思います。はい、時刻は16時41分、外気温 28.7 度ですね。いやー、暑い。まあ、28度はね、ちょっと温度計がバグってるだけだと思うんですけど、とにかく暑いっすね。はい。というわけでね、まあ、火もついたところで、一杯飲みましょう。続きまして、これですね。宝焼酎の柔らかお茶割り、プリン体ゼロです。いただきます。じゃあ皆さん、島根2泊目に乾杯。あー、うまい。これ柔らかいわ、マジで。すげー飲みやすいっすね。でさっきも言ったんですけど、来る時の道の駅でね、これを買ったんですよね。出雲名産出雲そば。あの出雲そばがね、何たるかもちょっとよく分かってないんですけど、せっかくなんでね、こういう名産のものを食べたいと思いますんで、まあ焚き火の火がね、もうちょっと落ち着いたら、これ茹でてね食べていこうと思います。よっしゃ、行くか。とりあえずお湯を沸かさにはいけますからね。こんなもんでいいでしょう。これでちょっと湯を沸かしましょう。で、作り方はと言いますと、裏に書いてんですよね。よいしょ。茹で時間は10分。結構茹でますね。で、吹きこぼれそうになりましたら火力を調整してください。茹で上がったら麺をザルに移し流水で注ぎます。まあ、あの簡単に言うと10分茹でたら出来上がりっていう感じですね。まあ、しばしお湯が沸くまで待ちましょう。よし、じゃあぼちぼちいいでしょうかね。よいしょ、大丈夫、溢れんかな。あちちち、やべ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 えことになる、やべえことになる、やべえことになるって、やべえやべ、燃えよる燃えよる、そばが燃えてる。うわ、めっちゃ香ばしい匂いがする。これで10分です。あ
とね2分ぐらいなんですけど、ちょっとねこれ水分がかなり蒸発してきてやばい感じだと思うんですよ。なんでもちょっと良くないかもしれないですけど水入れますね。すいません、なんか焦げてるような気がする、下の方があのね料理うまくないのは分かってるんですけど、ついにそばすら湯がくことができなくなったかっていう感じですけどね、はい、とりあえずね今10分経ったんですけど、水途中で入れましたんでもうちょっとだけ湯がきますね。多分大丈夫だと思うんですけど、一応まあ念のためにという感じで。よし、まあ OK でしょう。じゃあこれちょっと洗ってきますね。はい、じゃあちょっとね洗ってきましたんで早速ね食べていきましょう。で氷をねちょっと入れたいとこですよね、やっぱりこういう感じなんで。さっとこういう感じですね。うんでこれもついでに買ってきたんですよね、出雲そば本舗遠藤製麺のめんつゆ、これも買ってきたんでこれで食べましょう。よいしょ、1袋を80ミリのお水で薄めてくださいと。ちょっと入れすぎたかな、水。そばのつゆは自分結構ね濃いめが好きなんで今の入れすぎたかもしれないですね。あのネギがないのが非常に残念です。じゃあこんな感じでいただきます。うん、うまい。なんかねちょっと香ばしい感じがするんですけど、これはあれですよね、あの焦げた系ですよね、あの麺が最初にね。こりゃうまいわ。じゃあ残りの出雲そばね、あとは美味しくいただきます。はい、時刻は17時50分、外気温は 15.4 度ですね。まあぼちぼちですね日が暮れてくると思うんですけど、やっぱりね気温の落ち方が一気ですねすごいです、急降下具合が。これ多分また明け方ね一桁になると思うんですけど、難しいですよねこういうの。寝袋のセレクトもそうですし、やっぱ服装とかもねやっぱ調整するのが難しいんで、今時期のキャンプねある意味ちょっとやりにくいなって思いますね。この宝のお茶割りも全部飲み干しましたんで、さあいよいよ皆さん焼酎いきましょう。というわけでね今日の焼酎はねまたまたいいやつ持ってきましたよ。じゃあ紹介します。本日飲む焼酎は佐藤酒造株式会社から本格芋焼酎佐藤黒ですね。こちらをロックでいただきたいと思います。じゃあいただきます。佐藤の黒のロックです。あーうまい、これはねうまいんよ。こう後味がねぐーっとくるんですごい美味しいんですよ。でもやっぱりねこれ飲んでみて思うんですけど、うん、あの味なんですよね。あれにすごい似てる、黒麹仕込みの魔界への誘い、あれの味にすごい似てるんで、佐藤の黒をね安く飲みたいんだったら俺的には魔界への誘いの黒麹仕込みを飲んだら同じような味がするってね毎回思ってるんですけど、これ分かる方いますかね。あの共感してくれる方いましたらぜひコメントお願いします。うん、うまい。あとはねこうぼちぼちと焚き火つついてゆっくり飲んでいきましょう。じゃあランタンもついたところでねもう一品作りましょうかね。準備するものまずこちらです。これ山芋ですね、昨日家出るときに切ってきました。でみんな大好きバター、これをまずここにたーっと入れる、結構多めに入れちゃった方がいいです。でこれを火にかけると。でこの山芋なんですけど短冊切りっていうんですかね、あれに切ってきてます。すごい厳重に入れてますね。なんかもしあのクーラーボックスの中で出たら大変なことになっちゃうんで厳重に包んできました。よいしょ、
さあどんな感じだ。いい感じに溶けてますよ、ミナノシューで。溶けたバターの上にこちらの山芋をイン、おりゃんで適当に炒めます。どのくらい炒めるとかちょっとわかんないんで、適当に炒めたら OK です。山芋は生でも食べれますんで、まあ適当に、うん、適当に炒めたら大丈夫。あー、いい匂い。おっ、おっ、大惨事。でここにちょっとねパンチを出すために気持ちだけ塩コショウします。気持ちでいいですよ、気持ちで。あ、で醤油でねちょっと香り付けします。はいよ、はいよ、はいよ、よっ、えいよ、オッケー。こんな感じで大丈夫でしょう。じゃあ引き上げます。でこれね、刻みの、これをキムチばかし、俺の今日のキムチはこのぐらい。おお、美味しそうや、すごい美味しそう。で見栄えとか気になる方はお皿にね盛り付けた方がいいんですけど、まあ自分はね見栄えとか一切気にしてないんで、このフライパンのまま食べますね。これの方がキャンプらしいんでね。さあいざ実食といきましょうか。あー、こう海苔をねこうパーッと散らしまして、これがね焼酎とよう合うんだわ。じゃあいただきます。山芋バターです。うん、この酒のあてを作っとって酒を切らすとはもう山芋に失礼すぎますよね。いただきます。うん、ベリベリグッドです。あー、うまい。で今の時刻がですね、わかるかな、19時16分、外気温が 11.7 度なんですよ。でね、自分のこの動画としましてはこの山芋でね今日の予定全部終わりです。すごいね濃密な一日が過ごせて、個人的にはねかなり満足してますね。で明日の予定なんですけど、とりあえずねお風呂に入ろうかなって思ってます。はい。俺ねちょっと4泊あるこの旅行の中でもうお風呂入んなくてもいいかなと思ってたんですよ。この感染症対策のそういう観点からしてもね、まあ、別にいいかなと思ったんですけど、出発前にねインスタライブをしてそのことを言ったら、もうキモいキモいってめちゃくちゃ言われましたんで、明日ねお風呂入りに行こうかなと思います。でせっかくねお風呂入りに行くんだったら、やっぱりねこうスーパー銭湯とかそういうのじゃなくって、ちゃんとしたところにね行きたいなと思ったんですよ。なんでね昨日出したルルブ、あれでね調べてみたら、よいしょ、あ、これ違うわ。これペラ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 ーっと見たら、これです。この湯の津っていうとこ、ここがね結構有名みたいで、もうちょっとねこう通り過ぎちゃってんですけど、まあそんなね遠くまで来てないんで、ちょっと戻ってね湯の津っていうとこに行ってみようかなと思います。でそっからね別のキャンプ場に行って、明日はねすごいいい焼酎が出てきますんで、皆さん楽しみにしとってくださいよ。というわけで、ちょっとね今回まあ長くなると思いますんで、一旦自分の動画としてはもうここら辺で切ろうと思うんで、皆さんよろしければチャンネル登録とグッドボタン、概要欄からですね Twitter とインスタのフォローよろしくお願いします。というわけでおやすみなさい、また明日。今ここに泊まってるんですけど、ここからですねずーっとここまで車の乗り入れがちょっとできないんで、のどぐろもこれ OK にします。